個人トレーダーの多くはテクニカル分析をメインに学んでますよね。でもテクニカル分析通りに毎回行ってますか？行かないですよね。毎回はこのテクニカル分析通りに行かないよねっていう理由は、はいどうも、よーしょだーす。はい、今回は僕が FX で1000万円を稼ぐまでに学んだ5つの成功法則という話をしていきます。 FX で1000万円を稼ぐっていうのは大台ですよね。皆さんもそこを夢見て日々トレードに励んでらっしゃると思います。この動画の中では1000万円を達成した後と達成する前とでの違いを5つ話していきます。この成功法則を皆さんには学んでもらって、いち早くね FX で1000万円の利益達成していただきたいなと思ってます。この動画を見て現実的に FX1000 万目指していくぞという方はいいねボタンを押してからこの動画最後まで見ててください。では成功法則の一つ目から話をしていきます。一つ目は毎日トレードをしないということです。皆さんは FX でエントリーをしない時間が続いているときどう思いますか？初心者の頃僕はどこかそれは自分が損してるんじゃないかという気持ちを常に抱いていました。自分はトレードをしていないのに SNS を見れば他の誰かが同じ相場でトレードをして利益を得ている。それを見ることによって、あれ自分はひょっとして気づいてないところで損してるんじゃないかな、そういった感情が常にね心のどっかにありました。でその心に負けて大してエントリーする優位性がないのにエントリーを繰り返してしまう、こういった時期が僕にもありました。でも今は全く違います。エントリーをしない時期が続いていたとしても、そこに対して自分が恥ずかしいことをしてるんじゃないか、損をしてるんじゃないか、そういう感情が一切なくなりました。世界で一番有名な投資家ウォーレン・バフェット、皆さん知ってますかね。彼の名言にこんなものがあります。投資には見逃し三振はない、全ての球をスイングする必要はないというものです。この話は投資を野球に例えているわけなんですけど、実際の野球ではストライクを見逃してしまったら三振になる可能性があるわけですよ。でも皆さんがやっているこの FX トレーダーの世界では見逃し三振なんてないんですよ。自分がバットを振らなかった、その球がストライクだった、それが何球続こうが皆さんのお金は一銭も減らないんですよ。これはものすごいことです。本当にヒット、ホームランにしやすい球が来た、うわピッチャー甘い球投げてきたな、それを待ってればいいんですよ。トレーダーの仕事はトレードをすることではなく待つことだと皆さんも聞いたことありますよね。毎日トレードをしなきゃ、少しでもテクニカル的にチャンスが出たんだったらそこでエントリーしなきゃ。そうやって FX を始めた頃からエントリー頻度が高いままであるうちっていうのは皆さんの証拠金は増えていきません。初心者の頃はエントリー頻度が高くなるのはどうしてもしょうがないです、わからないから。でもだん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 クロートになるにつれてエントリー頻度というのは下がっていくのが普通です。要するに簡単にバットを振らなくなるということです。おっとやめてこう、こういうのが増えてくる、エントリー頻度が減ってきたら皆さんの成長の証です。それは立派なトレードスキルの成長ですよ。では皆さんのトレード頻度を下げるために必要なことをここから話します。皆さんが見ている FX の相場、いろいろなチャンスをくれますよね。そして大事なことはそのチャンスを見極めるということです。そしてチャンスか区別できないトレーダーの特徴というのがあります。皆さんこの特徴にハマってしまっていたら要注意です。どういう特徴かというと、自分が取りに行っている波を言語化できない人です。具体例を出しましょう。僕はスイングメインのトレーダーなんですけれども、僕が一番得意なトレードっていうのは値幅で言うと500ピプス以上のトレンドが出てる時、まあドル円で言ったら5円以上動いてる時です。その中の200から300ピプスを取りに行くのが一番自分が得意なトレードなんですね。要するに自分が取りに行っている波の規模がだいたい数百ピプス以上のものを取りに行くのが僕はすごく得意です。どこでエントリーをしてどこで利益確定をしていくのか、損切りする場合はどこに置いておくのか、一番自分が不安なくエントリーをしていける、そして FX で収益1000万円を達成するまでにその1000万円の中の多くを、そういったトレードで僕は収益として積み重ねてきました。僕はこのようにして自分の中のトレードスタイルっていうのはもう明確に定義されてるんですね。そのように自分が狙う波が分かっている、それを定義できているのであればチャンスに気づけるんですよ。要するに自分がヒットにホームランにしやすい球が来た時にしっかり反応ができるということです。バットを振りに行けるということです。裏を返せば、さっき僕の言ったスイングに適していないような球が来てもそれがストライクであろうが見逃すという話になるわけですよ。しかし多くの FX トレーダーの人たちは自分のスタイルが固まっていないです。しっかり自分はこういう波を取りに行くんだ、さっきの僕みたいに皆さんちゃんと言葉に出して口に出して説明できますか？正直説明できない人の方が圧倒的に多いと思います。だから FX の個人トレーダーって大半は勝てないんですよ。自分のスタイルが固まっていないとどうなるのか、全てがチャンスに
思えてしまうんですよ。野球で言うなら、僕は外角の球をライトに流し打ちするのが得意だとしっかり自分の中で認識してるわけですよ。だから極端な話、もう内角の球とか、あるいは低めの球でストライクかどうか微妙なところ、それって大体無理に打ちに行くと打ち上げたりゴロになっちゃったりしますよね。だからそういうのを全く手出さない、もう外角の自分が流し打ちしやすいところに来た時だけバットを振ってるんです。でも多くのトレーダーさんたちは自分の得意な球、バッティング認識できてないんですよ。だから全てがチャンスに思えてしまう、全てのストライクゾーンに来た球を振りに行ってしまうんですよ。あ、1時間足でダブルトップ出た、これはショートしてみよう、あ、経済指標でピョンってドル円が上に行った、これはこのまま行くんじゃねえか、大事なとこ抜けるんじゃねえか、エントリーしてみよう、もうこんな感じで全部のストライクに見える球を振っちゃってるんですよ。そんなことをしていたらお金は減っていきますよね。増えるわけがないです。したがって自分のトレードスタイルに合わない波がメインの時期、これ当然あります。そういった時は一定期間トレードしないという選択、要するにバットを振らないという選択をすることが非常に重要になってくるわけですよ。これはさっき僕が話したスイング以外のトレードスタイル、スキャルピングとかデイトレードでも一緒ですよ。やっぱり毎回毎回ストライクが来たら振ってる、そんなことしてたらお金は増えないです。今の波は合わないなと思ったら、その波が終わるまで、一服するまではトレードをしない、これはどのトレードスタイルにも共通して言えることです。にもかかわらず、なんか知らないけれどもトレードしたくなってしまう、どうしても自分に負けてトレードしてしまう、そういう人たち多いと思います。それってなんでだか皆さんわかりますか？ちょっと厳しい言い方になっちゃうんですけど、それってね、自分が楽になりたいだけなんですよ。この動画を撮影する前日にですね、あのネットフリックスでサンクチュアリというですね、相撲のドラマを見させてもらったんですけど、まあ全8話でもう一気見しました。不良だった主人公の男の子が相撲を通してどんどん成長していくという物語なんですけど、その相撲の兄弟子ですねに右膝が悪い選手がいたんですよ。でその先輩と練習でこう相撲を取った時に、その主人公はわざとその怪我をしている右足で踏ん張らないといけないような姿勢に持っていくんですね。でそうすると右膝に負担がかかるんで、その先輩がうわーって負けちゃったんですよ、その練習中にね、主人公に。でその練習中の怪我もあって、まあ本番負けてしまうわけですよ。で結果そのまま引退してしまいます。でその時に主人公が言ったセリフがあって、その相撲部屋にはあの親方っていうね、あのボスがいるじゃないですか。でそのボスにね、俺のこと殴れや、俺のことが憎くてしょうがないんだろうって言ったんですよ、親方に。まあ親方はその右膝怪我してた先輩をすごく可愛がってたから。でそしたらその親方が言ったセリフが、お前が楽になりたいだけやなって言ったんですよ。そこでもし親方がざけんなーっつって主人公を殴るのもまあ一つだと思います。でもそうやって殴られることによって、その主人公の子が楽になりたいだけだろって言ったんですよ。いやこれは本当にトレードでもそうだなと思って、そうやってしょうもないトレードをする、しょうもない球をバットで振る、そうやって自分が楽になりたいだけなんですよね。確かに精神的にはエントリーした瞬間はマイナスの感情よりもプラスの感情が勝ってるわけじゃないですか。まあでもその後お金が減って、より一層マイナスな感情にどうしてもなってしまうんだけどね。なので皆さんもエントリーをしたくなった時に、本当にこの局面は自分がバットを振りに行く、自分の証拠金をリスクにさらす価値のある局面なのかな、よく考えてください。自分が楽になりたいだけじゃんじゃないかなって疑ってください。少なくとも僕はむやみにバットを振るのをやめてから、ぐんと収益曲線っていうのは上がっていくようになりました。それまではもうバットを振りまくってました、もうマイナスですよ。でだん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 そのエントリー頻度を見極める、球を見極める癖がついてきて、トントンになってくるんですね。トントンの時期が続いてから、ドーンと収益曲線が増えてくるのはチャンスに一気に勝負できるようになるからなんですよ。なのでまず皆さんに必要なのは、バットを振る球を絞ることです。それはすなわち自分のトレードスタイルを明確化すること、どういう波を狙っているのかを明確化することです。さあ5つの成功法則、2つ目を話していきます。2つ目は相場に適応するということです。相場は毎日変わります。もう1日経ったら別世界です。 FX 相場にも株式の相場にも季節性というものがあります。これは皆さんが知っている春夏秋冬、日本には四季がありますよね。それと一緒です。お金の流れにも季節性っていうのがあるんですよ。これに関しては年単位で慣れる必要があります。1年間 FX の相場を経験しただけだと経験値として少なすぎるんですよ。子供をイメージしてみてください。物心ついたばかりの子供からすると、春夏秋冬、春夏秋冬1回ずつしかまだ経験したことがありませんってなったら、夏イコール暑いとか冬イコール寒いとか、その辺もまだ定
定着してないですよね。何回も何回も親とか兄弟と一緒に春夏秋冬経験していけば、あ、夏ってあの暑い時ね、あのなんかみんなでプール行く時ね、あ、冬ってあの寒い時ね、なんかコートとか着る時だって、だん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 慣れてくるでしょ。それと同じなんですよ。 FX も株もやっぱり1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月、いろいろな特徴っていうのがあります。その時期ごとに大口が癖のある値動きやってきます。それは例えば決算とか期末が近づいたからとか、あとは夏休みになったらマーケットが動かなくなるとか、そういった季節性っていうのに慣れていかないといけないんですよ。僕らも一つの戦い方がずっと通用することはないです。ずっと同じ戦い方で勝てるんだったら自動売買組んでひたすらそれを走らせてればいいですよね。でも皆さんそういう考え方ですか？違いますよね。自動売買でしっかりお金を稼いでる人たちもいます、もちろん。でも彼らもずっと同じシステムを走らせてるわけじゃないです。時期によっては止める、あるいは相場付きが変わったら別の自動売買を走らせる、そういう形でちゃんと相場に適応してるんですよ。なので一つの戦い方だけでずっと勝てる、もうこんなことはありえません。絶対にありえません。相場は変化していきます。相場が変化したなら自分も変化してあげなきゃダメです。夏タンクトップで歩いてる、いいじゃないですか。冬タンクトップで歩きますか？違いますよね。冬に変わったんだから自分も行動を冬用に変えていきますよね。掛け布団も冬用にしますよね。こたつ出しますよね。冷房じゃなくて暖房つけますよね。そうやって変わっていくこと、まあ一言で言ったらめんどくさいですよね。夏と冬で着るものも変わるから衣替えもしなきゃいけないし、私は夏が好き、いや僕は冬が好きとか、いろいろ好みもあると思います。でも結局春夏秋冬が順番に来ることは変えることはできないですよね。だから相場が変わっていくことも僕らにコントロールはできないです。したがって僕らにできることは相場の変化に敏感になって、それに応じて行動を変えていく、トレードのやり方を変えていくことです。さっき言ったトレードスタイルを変える必要はないです。あれは軸なので。でもそのトレードスタイルがなかなか機能しづらい時期っていうのは必ずやってきます。その時にむやみにバットを振ってたらどん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 打率が下がっていきます。要するに皆さんの証拠金が減っていってしまいます。今自分がトレードをするのに有利な環境なのかな、それを常に毎日気にしてください。基本的に大口っていうのはファンダメンタルズに基づいて大きいポジションっていうのを取ってきます。普段はファンダメンタルズに沿ってトレードをしてくるということです。そして時期ごとにさっき言った決算とか期末とか夏休みとか、そういった大口の都合で相場の流れが変わること、これもよくあります。だからそういった時期にはしっかり敏感に反応しないといけない。それ以外の普段に関してはファンダメンタルズをしっかり追いかけていく。皆さんのような個人トレーダーの多くはテクニカル分析をメインに学んでますよね。でもテクニカル分析通りに毎回行ってますか？行かないですよね。マック D がゴールデンクロスして買っていけば毎回勝てますか？ボリンジャーバンドのマイナス3シグマで逆張りしたら毎回勝てますか？サンゾンやダブルトップができたら毎回下落しますか？そうはならないですよね。だから皆さんのお金がドンと定期的に増えていかないわけじゃないですか。だから毎回はこのテクニカル分析通りに行かないよねっていう理由はこれなんですよ。普段はファンダメンタルズで動きますよ。もっと言ったら金利の動きです。それに大口は順張りしてきます。アメリカの金利が上がったんだったら、じゃあアメリカの通貨ドル持ってた方がいいですよね。だからドル高。そして期末が近づいてきた時はその時期に儲かったポジションを利益確定して他の投資商品にお金を移したりします。まあこういうのをリバランスって言うんですけども、そういう形で普段はファンダメンタルズで時期ごとに特殊なフローっていうのを出してくるわけですよ。これを考慮した上で皆さんが日々学んでるテクニカル分析と合わせてあげることによって、皆さんが本当に振らなきゃいけない球を見極めていくという話になります。相場は変わっていく、変化していく前提で考えてください。その都度皆さんが相場に適応していかなきゃいけないんですよ。野球で言ったらピッチャーが打たれまくったらピッチャー交代になりますよね。そうしたらもう別の球筋に対応していかなきゃいけなくなるでしょ。毎回同じピッチャーの同じストレートと同じ変化球、それは楽ですよね。でもそういうわけじゃないってことなんですよ。相場は変わります。時期によって、ファンダメンタルズによって、それにその都度適応していかなきゃいけないんですよ。例えばじゃあファンダメンタルズ的にアメリカの金利が低下してきたとなると、ドル安が本流になってくるな。で今までじゃあ上がってたドル円がサンゾンが出てきたぞ。これってテクニカルとファンダメンタルズが一致してますよね。ファンダメンタルズ的には金利が低下していくんだったらドル安、まあドル安イコールドル円の下落につながっていきますよね。でドル円でサンゾンができてきたんだったら、あ、なるほど、テクニカルとファンダメンタルズが一致してるじゃないか。そして期末といった特殊なフローは発生しにくい時期だとなったら、トレードする優位性っていうのが出てきますよね。やっぱりその球が来たら
むしろ積極的に振っていきたいですよね。そういう風に考えてください。ずっと同じトレードを繰り返していればいい。一つの戦い方で俺は戦っていくんだ、私はずっとやっていくんだ、そういった考えは今すぐに捨ててください。皆さんが向き合っている相場は必ず変化していきます。その都度皆さんが合わせるんです。可愛い女性、綺麗な女性に男性が合わせるのと一緒です。自分たちが合わせなかったら当然ですね、その綺麗な女性たちは他の男性に行ってしまいますよね。だってその男性は自分に合わせてくれるんだから、自分が行きたいところに連れてってくれる、自分のわがまま聞いてくれる、そりゃそっちに行きたいですよ。僕らトレーダーが相場にどんなわがままを言っても絶対対に聞いてもらえません。僕らが適応していくしかないんです。アッシーにでもメッシーにでもなりましょう。そうすることによって FX で収益を積み重ねていくことができるんです。それでは成功法則の3つ目を話していきます。3つ目は陰謀論に甘えないということです。陰謀論で一番代表的なのは、まあ大口が個人トレーダーを買っているんだと、まあ、個人トレーダーを損させて大口が儲かってるんだというのはよく聞きますよね。確かにそういう側面は少なからずあるとは思います。まあ、特に短期トレード、スキャルピングとかねやってる方なんかはやっぱり AI の流れも当然考えなきゃいけないし、大口が走らせてる AI が個人の損切りをつけに行く、まあこれは本当によくある話です。でも大きい流れ、例えば日足とか週足の流れなんていうのは必ず大口というのはファンダメンタルズを考慮してきます。さっき言ったアメリカの金利が上がってるんだったらドル高だし、アメリカの金利が下がってるんだったらドル安だし、そういう長期の流れ、長期の値動きというのは必ずファンダメンタルズに行き着きます。長期の目線で言ったら大口は必ずファンダメンタルズに順張りです。なぜならファンダメンタルズに順張りをしていないと自分だけ損をするからです。なので長期的な値動きを考える上で大口が個人を買っているっていう考え方はずれてるんですね。こういった陰謀論だけで FX を勝とうとするのは自分の負けを正当化してるだけなんですよね。さっきの相撲の話の楽になりたいだけと一緒なんですよ。もちろん時価総額の低い株の個別銘柄とか仮想通貨の個別のコイン、まあこういったものはね、そもそも動かすのが簡単ですから大口もコントロールしやすいので個人をはめてっていうのは確かにあると思いますよ。ただ皆さんが取り組んでいる FX のマーケットはもうこれはめちゃくちゃ巨大です。さっきの個別銘柄とか個別コインがもう雨降った後の水たまりです。それに比べて FX マーケットもう大海原です。太平洋ですよ。その中でもドル円とかユーロドルっていうのは取引量が多くて有名ですよね。これね、大口がいくら僕ら個人をはめようと思ったとしたって大口でも動かせないんですよ。大口だっていっぱいいますから。あの進撃の巨人思い出してください。巨人めっちゃいっぱいいるでしょ。それと一緒です。陰謀論がゼロだとは言わないですよ。僕も特に短期トレードではあります。ただ長期ではしっかり大口っていうのは真面目に仕事をしてます。大口の仕事って何ですか？自分たちにお金を預けてくれたお金持ちのお金を増やすことですよね。したがってお金を増やすのに有利なところにお金を移す、これが大口の仕事になります。じゃあさっきのアメリカの金利が高い時、金利が高い、しかもアメリカっていう国はすごく信頼されてる、だったらアメリカにお金を置いといた方がいい、とかドル資産を増やした方がいいっていう話になりますよね。だからドル高になるわけですよ。そういう形でお金持ちから預かったお金を有利な場所に移動する。あ、やべ、金利変わった。じゃあこっちが有利だ。じゃあこっちに移動する。それが大口の仕事。それを大真面目にやってます。別に個人トレーダーが得をしようが損をしようが、大口は自分のやるべきことをしっかりやってます。普段はファンダメンタルズ、金利の動きに応じてお金を移す。そして時期ごとに決算とか期末とか、あとはこの夏休みですね。そういった時にはその時期に応じた資金移動をする。陰謀論はゼロではないです。ただ陰謀論を前提に分析しても無意味です。これってテクニカル分析のみを勉強してる場合にどうしてもこの陰謀論っていうのは値動きの理由を後付けするのに都合がいいんですよ。例えばダブルボトムが出たから買ってみた、でもそれが騙しになって安値更新して買いのポジションが損切りになった、大口がわざと買い支えてダブルボトムを作った、それを見て個人トレーダーが買いで飛び乗ったところをドンと一気に売りを浴びせて個人トレーダーを損切りさせたんだと、そういう形で値動きの理由を後から自分に都合よく書き換えるのに適してるんですよ。でもそういう観点で分析をしていてもマジで無意味です。皆さんのトレードスキルは上がらないし、皆さんの証拠金も増えないです。しっかり値動きの背景、ファンダメンタルズがこうだから大口がこう取引した、あるいは期末とか決算が絡んで大口がこういう値動きをしてきた、こういう形でちゃんと大口は真面目に仕事をしてきてます。皆さんがあまり好んで勉強したがらないファンダメンタルズ分析だったりとか、大口の月末フローとか、決算の時に大口がどういう注文しやすいのかとか、そういった真面目な値動きの背景を日々追いかけるということなんですよ。陰謀論に逃げるのは甘えです。大口たちが
が大きくマーケットを動かした時、その背景には必ず理由があります。多くはファンダメンタルズです。だからこそテクニカル分析と双璧でファンダメンタルズ分析という形でみんなが勉強しなきゃいけないものとして認知されてるわけでしょ。しっかり逃げずにそこも勉強していきましょう。よし、しっかり勉強していくぞと思ってくれた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。しっかりこのチャンネルでファンダメンタルズと大口の時期ごとの動きっていうのもね特集してますから、過去の動画しっかり見てみてください。最新の相場の分析も適時動画上げてますので、皆さんのトレードスキルが少しでも向上するようにね、僕も頑張ってこれからも動画撮らせてもらいます。あ、この材料でこれだけ動くんだなと。例えばコロナショックが来た時にアメリカの中央銀行が緊急利下げをしたら、あ、こういう値動きになるんだな。緊急利下げ2回目やったら、あ、こういう値動きになるんだな。でその後もアメリカの中央銀行はいろんな発表をしてきました。でその中ので無制限に緩和するよって言ってきて、株はドーンと底打ちしてドルも下がっていきましたよね。その前にはドル不足のドル買いなんかもありました。そういった一個一個の材料で、あ、これだけ動くんだな、こっちの材料は大して反応しなかったけどこっちの材料ではめちゃくちゃ大きい値動きになったな、そういった一つ一つの積み重ねが、それがあって初めて経験値が積まれるんですよ。でレベルアップにつながっていくわけですよ。皆さんもポケモンとかドラクエやっててね、経験値稼ぎでこうザコモンスターを倒したりするじゃないですか。でもあれを一日中やって、よし、やっと次のボスを倒せるところまでレベルアップしたぞと思っていたら、実は経験値が溜まってませんでした、レベルアップしてませんってなった場合どうします？もうやめたくなりますよね、そのゲーム。皆さん以外の他のトレーダーたち、たくさん退場していく人いますよね。いやだから結局その人たちがやってきたことって何の経験値にもなってなかったってことなんですよ。でそれに気づいた時に、お金が大きく減った時に、あ、もう意味ねえや、 FX 怖い、やめようってなるわけじゃないですか。だからしっかり経験を積んでいこうって口で言うのは簡単です。でもその経験値っていうのをより言語化していくと、この材料でこれだけ動いたんだな、この材料ではすげえ落ちたな、その積み重ね、自分の脳みその中の記憶、それが経験値になっていくんですよ。それが皆さんの相場感につながっていくということです。陰謀論に甘えず、しっかりファンダメンタルズ大口の特徴を勉強していきましょう。それが皆さんの FX トレーダーとしての本当の第一歩です。ここでマイフレンドたちにお知らせがあります。皆さんはテクニカル分析のみのトレードに限界を感じていませんか？ユーチュル社長のメンバーシップでは、初心者がつまずきやすいファンダメンタルズの解説動画をリアルタイムで週5回お届けしてます。高頻度に動画が届くので、最新の情報はもちろん、ニュースや経済指標の結果で大きく値動きが出た場合もしっかり対応ができます。今のトレードを続けていても損失が膨らむだけなんだよなと悩んでいる方は、このチャンスに本気で学んでいきましょう。メンバーシップの動画は初心者にも分かりやすいと、たくさんのメンバーさんたちからお声をいただいてます。興味がある人はメンバーになるボタンをクリックしてください。では5つの成功原則の4つ目に入っていきます。これは皆さんが気になっていることであろう、感情の対処です。 FX においては特に利確とか損切りになった時に大きく感情が動きますよね。それに対して皆さんどう対処してますか？普段人間っていうのはそもそもすごく感情的な生き物で、起こった出来事に対して必ずセットで感情が生まれるようにできてます。感情っていうのはホルモンから生まれるわけですね。例えば綺麗なお姉さんが隣を通った、うわー今夜抱きてーって思う、興奮する、それもホルモンだし、あるいは上司に怒られて申し訳ない、反省の気持ち、これもホルモンです。恋人に浮気がバレて振られてしまった、悲しい、涙が出る、これもホルモンです。トレードに応じてホルモンが動いて感情が湧き起こってくる、これは僕ら人間の差がです。人間の差が、これはもともと僕ら人間全員に備わっているものなんですよ。トレードにおいてはこの感情っていうのはめちゃくちゃ邪魔です。したがってこの感情をどうやって消すのか、取り除くのかという話になるわけなんですが、この感情を取り除くということはそもそもできません。なぜなら皆さんが人間だからです。機械じゃないから。自動売買とか AI とかが使われる理由っていうのは、僕ら人間と違って感情がないからですよね。だからこそ僕ら人間がトレードするのとは違ったメリットが生まれる。だから大口も AI を使うわけじゃないですか。でも僕ら人間が最終的にトレードの判断をするっていうのはやっぱり変わらないです。だからその時ね、この感情との戦いっていうのは非常に重要なんだけれども、ただ皆さんはこの動画を見ていこう、感情を取り除こうと努力することはやめてください。なぜならそれは無理だからです。なんで無理なのか、僕らが人間だからです。何も感じないようにしよう。含み益が増えてよっしゃーって喜ぶのやめよう。含み損が増えて落ち込むのもやめよう。そういう形で含み益だろうが含み損だろうが何も感じません、機械です。こういう状態を目指そうとするのではなく、起こった出来事に対する
捉え方を変えてください。例えば損切りになった時、皆さんどう感じますか？自分のお金がなくなって怖いですか？悲しいですか？あるいは悔しさから怒りが生まれますか？人それぞれですけれども、基本的には損切りをすると人間はマイナスな感情になります。ではその後どうなるのかっていうと、これは開き直って行動をするという方向に人間は向かっていきます。順番に言うと、まずは自分が否定されるわけですよね。お金が減ったんだから、あ、自分のトレードが間違ってたんだなということで自己否定が入ります。でその後にそれを受容する、もう受け入れざるを得ないじゃないですか。だって実際に証券口座からお金減ってるんだから。でそれを受け入れた後に次は開き直って行動すると。この一連の流れっていうのはもうセットなんですよ。僕お寿司が好きでよく行くんですけど、よく一緒に行くお医者さんの仲間がいるんですよ。その人にこの間聞かれたのが、ユーチュルさん、末期がんをもし宣告されたとしたら、ユーチュルさんだったらまずどうしますって聞かれたんですよ。いや、もし自分が末期がんと宣告されたら、多分最初は信じられないと思うんで、多分めっちゃググりますね。で結局やっぱり自分が末期がんであることが間違いないって分かってしまったら、多分悲しんで落ち込んで、でその後におそらくもう受け入れるしかないから開き直って残った時間めっちゃ楽しもうとしますね。僕は答えたんですよ。いろんなパターンはあるらしいんですけど、基本的にはやっぱりこういう形を通るというふうにお医者さんも言ってました。まずは末期がんを宣告された患者さんっていうのはやっぱり否定から入ることが多いそうです。でも結局はお医者さんも嘘をついてるわけじゃないですから、その事実を受け入れるしかない。でその後に開き直るじゃないですけど、やっぱりそれを受け入れるしかないから、じゃあ残りの時間を楽しもうということで行動していくと。なので末期がんを宣告された患者もそうだし、 FX において大きい金額を失ってしまった、損切りしてしまったトレーダーたちも、基本的にはこの感情の一連の流れっていうのは変わらないんですよ。勝てない時、全然お金が増えていかない時期っていうのはこの心理で動いてしまってるんですよ。ああ、損切りにあってしまった、自分のお金が減ってしまった、いや嘘なんじゃないか、いやでも証券口座のお金が減ってる、数字が減ってるぞと。でそうなると今度開き直って行動しちゃうんですよ。だからこれが要するに、皆さんもやったことありますよね、リベンジトレードですよ。その損切りで失った金額を少しでも早く取り返したい、そういう形で行動してしまうんですよ。でもこれはまずいい結果にならないです。キングダム好きな人にはあの名言を送りますけど、李牧の名言ですね、敗戦の地ですぐに何かやろうとしてもろくなことはありませんよっていう名言があるんですけど、まさにそれです。すぐに取り返そうとしても絶対に無理です、やめましょう。僕も全然稼げない初心者の頃は、とにかく損切りに対して恐怖、悲しみ、悔しさ、怒り、こういったマイナスな感情をぶつけてました。じゃあ今、1000万という節目を超えて損切りに対してどういう感情を抱いているのか話していきたいと思います。これです。あっぶねー、助かった。いや心の底から毎回損切りになった時はそういう風に思ってます。いやーよくここに損切り置いといた、俺ナイスって本当にそう思ってます。もうアニメでも主人公が絶対絶命のピンチになった時に、もう急にもうめちゃくちゃタイミングよく援軍が来たりするじゃないですか。もうそれと同じで、過去のその損切りの注文を置いた自分、よくやってくれたって思いますね。マイナスな感情にはまずならないです。でその根底にあるのは、初心者の頃散々含み損に耐えた記憶ですね。やっぱり僕も当然トレードが上手くなかった頃、損切りができなくて含み損が大きく膨らんでしまって、で結果大きい損切りをして資金を大きく溶かしてしまったことあります。もう20万の証拠金がいきなり8万になったことありますよ。でその時って含み損になって耐えてる時、なんとかレートが戻ってくれないか、含み損が減ってくれないかって毎日思ってるんですけど、そういう時ほどどん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 トレンドが発生しててね、どん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 含み損が膨らんでいくわけですよ。で場合によってはもう入金して証拠金の余力を増やしたりとかする。でもまあそんなことをしてる時点でまずうまくいかないんですよ。だいたい証拠金をね追加で入れると、イコールもうその分なくなりますからね。基本もう行動としてまずダメなんですよ。それはそのような辛かった記憶っていうのが今でも僕の頭の中にあります。その時と同じ行動をしてしまったら、お金が減ることももう頭じゃなくて体で理解してるっていう、そういうイメージです。実体験としてお金減らしてるんだから。だからそうならないようにマイナスを食い止めてくれたわけじゃないですか、その損切り注文が。だからあっぶねー、助かったーって、本当に心の底からそういう風に思ってます。待っていれば必ず取り返すチャンスはやってきます。自分が打ちやすい球っていうのを待ってればいいんですよ。すぐに取り返したいと思って目の前に来た球を打とうとするからうまくいかないんですね。皆さんも経験ありませんか？振り返ると、あ、損切りしなきゃと最初に思ったあの時に切れていればと思った経験ありますよね。なので損切りに遭うということは、ネガティブなこと、マイナスな感情を呼び起こすことではなく、ポジティブなことなんですよ。いい球が来て振ったからといって必ず毎回ヒットになるわけじゃないですから、あくまで確率論の話ですから、この先も皆さんが FX をしていく中で損切り、これを避けて通ることはできないです。皆さんにも散々含み損に耐えた記憶、経験ありますよね。あの状態にならずに済んだ安心、損切りをしたことによってフラッ
トに次のチャンスを待てる。フラットっていうのは中立的な心でってことです。中立的な精神状態で次のチャンスを待てる冷静さ、損切りが起きた時の皆さんの感情、こういった形でポジティブに捉えてあげてください。すぐには取り返せないです。そんな都合よく自分がヒットにしやすい球来ないです。僕で言ったら外角の球を流し打ちするのが好きだと、得意だ。でもちょうど損切りした後にその球が来るかはわからないんですよ。大概の場合は来ないです。だって自分が得意としてるトレードが損切りにあったんだから、要するに内角の球だったわけですよ。ってことはその同じ相場の最中にまたエントリーをしてしまったら、また内角の球である可能性が高いですよね。だから基本的にはさっきのリボクの名言と一緒で、敗戦の地ではすぐに何かやろうとしちゃダメです。でもその代わり待っていれば必ずチャンスが来ます。相場に絶対とか必ずはないんですけど、こればっかりは必ずチャンスは来ますよ。そりゃなぜなら相場は常に変化しているからです。さっき言いましたよね、相場は変化するのが前提だ、僕らがそれに適応するんだと言いました。相場が変わるんだったら今自分が苦手な相場だったり噛み合わない相場っていうのもいつか終わります。また別の相場が来ます。だから必ず待ってればチャンスは来るんですよ。今回は損切りにあった時という具体例でお伝えしましたけれども、エントリーをする時も利益確定をした時も自分の感情を取り除くことはできないです。なので捉え方を変えていきましょう。それが皆さんの証拠金の増加に必ずつながっていきます。さあ5つの成功原則、ついに最後の5つ目です。最後に皆さんにお伝えしたいのは、次の100回のトレードを考えようという話です。 FX で退場していくきっかけとなるのは必ず1回の大負けです。どんなトレーダーさんであろうと、そのきっかけは必ずと言っていいほどこの1回の大負けになります。そこから全てが崩れていきます。感情をうまくコントロールできずに損切りをマイナスに捉えて、すぐに取り返そうとしてしまって、ドツボにはまってどんどんすごいペースでお金がなくなっていく。 FX は怖いものなんだ、なんでこんなことに手を出してしまったんだ。本来否定すべきは自分なのに、 FX を否定することによって自分を守ってるわけですね。この1回の大負けをどうしてもですね、FX 初心者の頃、トータルシェイクがマイナスの時というのは大きく考えすぎてしまう傾向があります。一つ一つのトレードを重く考えすぎなんですよ。さっきも言いましたよね、損切りになっても必ず取り返すチャンスはやってきます。問題はそれを待てないこと自体にあるわけです。ここで大事な考え方は、どんな大負けも、あるいはどんな大勝ちも、100回トレードをするそのうちの1回でしかないんですよ。常にトレードを100回を1セットというふうに考えてください。そうすれば1回の大負けはもちろん、1回の大勝ちだって大した意味はないんですよ。そこで勝負しようとしちゃダメなんですよ。今日とにかくトレードでプラスを出したい、利益を出したい、そんな短期的な視点で FX に取り組んでいても絶対大変に長続きしないです。だって目先の結果に左右されちゃうんだから。たまたまその相場と自分のトレードが合っていてお金が増えたとしても相場は変わります。同じトレードを続けていたらお金は今度は減っていきます。だから短期的にうまくいこうが、それは本質的な成功ではないんですよ。しっかり利益を積み重ね続けないと FX で1000万を稼ぐことなんてできません。ワンナイトと一緒ですね。夜の繁華街に行けばナンパに精を出す男性たちがいますよ。彼らはその日中に欲求を満たしたいと思って一生懸命女の子に声をかけてるわけですよ。早い話、その日に女の子を抱ければそれでいいわけですよ。次の日のことなんて考えてないわけです。今日 FX のトレードで利益を出したいという思考は1000万に到達すると、この思考とは全く別次元、別物だということです。意味わかりますかね。今日とにかく勝ちたい、気持ちよく寝たい、 FX で成功してると思い込みたい、そうやってトレードしてたまたま勝てたとしても、それには何の意味もないんですよ。相場の変化についていって、その時々で相場に対応していく、適応していく、今はトレードを控えよう、逆に今はチャンスだからどんどん積極的にトレードしよう、そういった変化、対応、そうやって中長期的に相場と付き合い続けていかないと FX で利益増えていかないですよね。 FX は短期間で少ないお金から金持ちになることができるぞと巷では言われてます。でも蓋を開けてみたら別物ですよね。しっかり中長期的な目線に立って年単位で勉強していかなきゃいけない、経験値を積んでいかなきゃいけない、非常に時間のかかる代物なんですよ。受験勉強だと思ってください。高校受験でもいいです、大学受験でもいいです。あれって1ヶ月前に勉強を始めても正直意味がないですよね。大学受験だったらやっぱり高校3年生になったらもう受験勉強に励んでいかないといい大学には入れないわけですよ。人によってはもう高校1年生とか2年生の頃から塾に通ってしっかり受験を意識した計画的な行動をとってるわけですよ。短期的な視
戦で FX に取り組む。それは大学受験を1ヶ月前からやろうとしているのと全く一緒です。結果が出るわけがない。1ヶ月前から勉強したって自分が受かる大学のレベル、正直そんな変わんないじゃないかっていう話ですよね。だったら一浪してしっかり1年間学んだ方がいいじゃん。短期的な視点になればなるほど結果的に時間とお金を無駄にします。皆さんの人生、時間と労力は有限です。長期的な視点で皆さんの時間と労力をどこに割くのか、投資をしていくのか、よく考えてください。もしここまでこの動画を見ている人たちの中で FX に対してそんなに時間かけらんないな、短期間で結果が出るって言われたからやってるのになっていう人は、もうこの動画を見るのをやめてしっかり皆さんの本業に、お仕事に励んだ方が絶対にいいです。学生さんであったらアルバイトに励んだ方が絶対にいいです。中長期的にしっかり年単位で学んでいかないと FX で結果を出すことはできないです。仮に始めてすぐお金がドンと増えたとしても、その成功体験しかそのトレーダーさんは知らないので同じトレードを繰り返します。だってそれでうまくいったんだから。で、続ければ続けるほど相場は変化するんで、結局お金がなくなっていくという話になるわけですね。なので、あ、相場が変化したことに自分が対応できなかったんだな、で結局中長期的な視点でどう対応していけばいいのかっていうのを勉強していく羽目になるわけですよ。短期的な結果を欲しがれば欲しがるほど大きい結果は遠のいていきます。1000万なんて夢のまた夢になっていってしまいます。一個一個の単一のトレードに一喜一憂するのをやめましょう。長期的な視点で FX に取り組みましょう。当然その分皆さんの人生の時間は減ります。その費やした時間以上の価値を得られるかどうかっていうのは皆さん次第です。でも僕は皆さんを応援します。なぜか、僕自身確かにいろんなものを犠牲にして FX に取り組んでいきました。でもそれ以上にいろいろなものを得ることができている、そう確信しているからです。例えば FX にガチで取り組んでる時なんかっていうのは、もう正月ですら実家に帰ってなかったです。親と電話もしてないです。親の誕生日ですら何もしなかったです。もう全集中してました。でも今は時間とお金に余裕が持てて、母の日とか父の日、あるいは誕生日、もう毎回実家に行って顔出してます。高級焼肉や高級寿司も連れて行くことができました。まあ今はね、あんまり連れて行くことはなくなりましたね。でそれはなんでかっていうと、結局お金で買えるそういう価値よりも純粋に一緒にいる時間だったりとか、たわいもない昔話で一緒に盛り上がるとか、そういうことの方がよっぽど親孝行なんだなってことに気づいたからです。もちろんお寿司が食べたいとか美味しいタンが食べたいって言われたら、もうそれはもう胃の一番に連れてきますよ。でもそこじゃないんだなって気づけたのも、いろんなものを犠牲にして、まあ一番は時間ですよね、それを犠牲にして FX っていう一つのことに取り組んだからだなって思ってます。結果が出るのかどうか怖いっていう人もいると思います。でもそれは全員一緒です。最初から結果が見えてて怖くないなんて人はいません。学校の勉強みたいに答えがある、会社のお仕事みたいにマニュアルがある、そういう世界じゃないんですよ。答えがない世界なんです。決まりきった、みんながこうやればうまくいきますよ、そういう答えがありません、 FX 投資の世界には。ただその代わり、結果が出た時には自分が犠牲にしてきたものを大きく上回る、もうお釣りが返ってきます。皆さんはここまで FX に時間を投入してきてるわけですよね。もしそれが短期的に成功できそうだからという横島な気持ち、それがきっかけなのであれば、もう今すぐやめましょう。でもそうじゃなくて、この動画で繰り返しお伝えしたように中長期の視点で年単位の努力が必要なんだよ、受験勉強と一緒だよ、なるほど、あのぐらい頑張れば FX でも結果を出していけるかもしれない、やらないと後悔するな、後で、やめた後で、ああもっとあの時頑張っておけばよかったなって後悔したくないっていう人は、今まで以上に頑張っていきましょうよ。そうして頑張っていると、皆さんの軸がブレそうな時っていうのは必ずやってきます。目立った結果が出ないでもがいている時ほど軸がブレそうになります。その時に今お伝えしていることを思い出してください。一個一個のトレードで一喜一憂しちゃいけません。次の100回のトレードをイメージしてください。100分の1負けただけです。勝った時も一緒、100分の1勝っただけなんですよ。それで何かが変わるんですかって話です。常に次をイメージしてください。負けたんであれば、この波一旦止めよう、一旦チャートを消して気持ちをフラットに持っていくこと重要ですね。連敗してしまうとかなり精神的に追い込まれやすいって自覚しているんであれば、もうさっと一旦やめるんですよ。で次の日またフラットな気持ちで見ればいいじゃないですか。大きい利益を上げたとしても、次適当なトレードをしたらこの利益が取られてしまうな、せっかく増やした分が半分減ってしまったな、これもまた精神的にダメージを負いますよね。そうならないように気を引き締めようって、常に100回のトレードを
頭の中でイメージしていれば、皆さんの行動は必ず変わってきます。短期的な成功を目指すんじゃなく、中長期的な成功の土台を今作りに行ってるんだと、そういうふうに考えてください。そのために皆さんが学んでいかなきゃいけないこと、まだまだたくさんありますよね。僕は YouTube の中でメンバーシップやらせてもらってます。その中では最新のファンダメンタルズの情報、そして時期ごとの大口の動き、そういったものを解説させてもらってます。週5回の頻度で動画を公開していますので、しっかり最新の情報にアクセスしていただくことができます。皆さんが今この動画を見てる瞬間の相場、テクニカル分析だけじゃなくて、どういうファンダメンタルズで大口がどう動いてきているのか、しっかり説明できますか？それが中長期的な皆さんのトレードの土台になっていきます。経験値になっていきます。この動画をここまで見て変わっていきたいと思ってくれている方、決して少なくないと思います。ぜひメンバーシップの方加入していただいて、最新の情報に触れてみてください。投資トレードは情報戦です。情報を入手していればより儲かるのではなく、情報を知らないことで損をするんです。なのでしっかり皆さんが今皆さんの目の前の相場に対応できるように、最新の情報を常に入手できるように、僕のメンバーシップの動画をうまく利用活用してみてください。下の説明欄のリンクから参加することができますので、メンバーシップの方でも皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。今回は FX で1000万円を稼ぐまでに学んだ5つの成功法則という話をしてきました。成功法則の1つ目、毎日トレードをしないこと。成功法則の2つ目、相場に適応すること。成功法則の3つ目、陰謀論に甘えないこと。成功法則の4つ目、感情に対処すること。感情を取り除くことはできないので、捉え方を変えるという話をしました。そして最後5つ目の成功法則は、次の100回のトレードを考えることです。短期的な視点で物事を考えていたら、絶対に FX で成功することはないです。しっかり中長期的な視点で取り組んでいきましょう。このチャンネルでは皆さんのトレードスキル向上につながる動画をアップしていますので、ぜひいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。まあ、この動画の途中でも話した、サンクチュアリですね、Netflix のドラマ、あれすごいおすすめです。ぜひ見てみてください。ということで今日は以上にしたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ジャバイシーユー、ジャバイシーユー。